北郎は中華人民共和国出身のコスプレイヤー。関東省甲州市在住。2001年10月12日、関東省に生まれる。小さい頃からアニメが大好きだった。インターネットでとても美しいコスプレ写真を見たことがきっかけでコスプレに興味を持つ。2014年勇気を出して簡単なコスプレをしてみたのがコスプレイヤー、北郎の始まり。 中国国内ではアニメ関連のイベント、製品展覧会、撮影会などに参加。月に5回はコスプレをする。2018年コミックマーケットに参加するため来日。2019年8月9日から8月12日コミックマーケットに参加。絆愛のコスプレで注目を集める。2019年9月12日から9月15日幕張メッセで開催された。 東京ゲームショー2019のデルのブースにコンパニオンとして出演。中国でも知名度が高いコスプレイヤーのエナコが大好きだったこともあり、PP エンタープライズが主催した次世代コスプレイヤー全国オーディションに応募、グランプリを受賞し、同社に所属を決める。2019年11月3日、ゴジラ誕生65周年を記念する展示会。 ゴジラエキスポ2019写真で見るゴジラの歴史、インオロールが、有楽町丸井で開催される。会場内で行われた、コスプレ撮影会に出演。2019年11月4日、スターライズタワーでエナコ主催の第2回、チャリティー撮影会に出演。売り上げは、京都アニメーション、日本赤十字社、動物愛護団体に送られる。2020年は、 新型コロナの影響を受け、来日はしていないが、中国で、アークナイズ、レシエルブルー、ルシエルブルー、三階京花などの公式コスプレイヤーとして活動。また、ファッション広告、ランウェイ、動画などに活動の幅を広げる。コスプレが私を変えたことは多いです。性格も明るくなったし、大勢の人と自然に交流できるようになりましたと、野木明の取材に対し語る。 2021年7月現在、日本語勉強中。本人によると、創生故意である。所属事務所には、江名子、伊織萌余え、よきゅーん、しのざつんこ、宮本咲、吉田咲、真夏などがいる。ありがとうございます。